マーラとアンルーマーンは、シリア西部のイドリブ県にある、小都市。周囲の農村地帯の農産物を集散する市場の、町で、アレッポとハマーを結ぶ国道の中間にある。人口は、約8万千人。周囲には、デッドシティーズと呼ばれる、地震、戦乱、交易路の途絶などで放棄された町や村の跡が、散在し、中でも、バラやセルジッタは有名である。 世界遺産、シリア北部の古村落群も参照。ギリシャ人からは、アルラと呼ばれ、十字軍には、マルレと呼ばれた。この街は、現在では、伝統的な名前のマールラと、預言者、ムハンマドの共有で、マールラ最初のムスリムの領主アンヌルマン、イブンバシールの名を組み合わせた、都市名を使用している。街の、主な見どころには、周囲のデッドシティから発見された、 モザイクなどを収めた博物館、1170年の大地震後に再建されたモスクとミナレット、1199年に創建されたマドラサ・アブ・アルファラ、中世の城塞の遺跡などがある。またマーラとアン・ルーマーンは巧妙な詩人、アブーアアー・アル・アラ・アル・マーディの生誕地でもある。アル・マーディは盲目の詩人、哲学者で合理主義的な主張を行い、 イスラム教の教義を攻撃したことで知られる。マーラとアンルーマーンの最も悪名高い事件は、第一回十字軍の最中の1098年に起きた、後遺戦とその後の人肉食事件である。レーモンド・サンジルとタラント・コーボエモンに率いられた、軍勢は1098年の初夏にアンティオキアを陥落させたものの、食料が底をつき激しい飢餓に陥った。同年の秋から冬にかけ、 エルサレムを前に指揮系統が混乱した十字軍は、アンティオキア周辺の農村を襲って、食料を略奪したが、上は収まらなかった。11月、十字軍の将兵は、マー・ラを包囲したが、依然飢えた兵士や栄養失調の兵士が多かった。彼らは、マー・ラの城壁を攻撃し、12月12日、城内に突入して、市内にいた2万人ほどの住民を虐殺した。 ここまでは、他都市の攻略戦と変わらない展開だったが、植える兵士たちは殺した市民を食べ始めた。ローマ教皇ウルバヌス2世にある司令官が送った書簡には、ひどい飢餓が回ったで兵を苦しめ、過酷な必要性に迫られた彼らが、サラ先人ンンの死体で腹を満たすということが起きたとある。年代記作家、カンノラウルが書いた、ゲスタ・タンクレディには、回ったで、我が軍勢は、 異教徒の大人ならを生きたまま鍋に入れて茹でた。彼らは子供らを焼き串に刺して、火に炙りむさぼり食ったとある。年代記作家、X のアルベールは、我が軍勢は死んだ、トルコ人やサラセン人を食べるに躊躇しなかったのみならず、犬まで食ったと書いている。この時までに十字軍兵士のムスリムユダヤ教徒聖教徒に対する残酷さは噂になっていたが、この事件は、 中東の人々に衝撃を与えた。この人肉食事件は単に上によるだけでなく、異教徒への侮別も影響した可能性がある。その後、十字軍諸行に領有されていたが、1135年1月に、モースルの領主で、ザンギー町の名祖となるアタベクイマードティーンザンギーが、この都市を包囲した。しかし、陥落させることはできず、 行為によって都市の指導者層から名目上の総主権の受諾さえ獲得することもできなかった。3月にはザンギー軍は北部へ転戦し、マーラ獲得の代わりにマーラ支配下にあった十字軍側の4箇所の城塞を占領した。1185年ハッティーンの戦いに勝利したサラーフッティーンによって占領され、以後アイユー部長の参加になりアレッポの アイユー部長君主の管理下となっていたが、1272年にバイバルスのシリア遠征によってマムルーク長が領有することとなった。ありがとうございます。